よろしくお願いします、うん、あのさ、そう、私から一個聞きたいことがあったんだけどさ、あ、なんだろう、昨日ね、あのカウントダウン配信をした時に、うん、なんか3期生で誰が一番なんかドスケベな、うん、みたいな話をちょっとどういう会話、まあまあさ、マリーとさ、ノエルは論外やんと思ってて、私は論外私はペコラが一番なんか清楚だと思ってたのね。で、ペコラは清楚だと思ってたんだけど、なんか切り抜きをしてくれてた人がペコラが清楚、うん、あいつむっつりだぞってすげえ言われてた。あでもペコラはむっつりだよ、実際問題。むっつりではあるでしょ。むっつりじゃないよ、清楚でしょ。ペコラ、あんまそういう下ネタとかで喜ばんよ。いや違うよ、ペコラあれですから、うん、あの団長がね、あの牛柄すく水送った時にもう超喜んで、ペコラ聞いてる。お前ペコラとかやめるよって言いつつ、あの、スパチュアミの時にね、ファーっと書いてくれた人速攻で画像を上げて、もうちょっとやめてよって言いながら喜んでます。おめでとうってきたから悪いペコなんだろう。そうなんだ、ペコラそうなんだね。いつもやめろやめろペコラは喜んでな、喜んで。いや、フリアがドスケベだよな、一番な。え、私とペコラはまあ同じくらいってことは、私もなんかむっつりなんだな。だって今のフリアのさ、表情だってなんかエロいよ。大丈夫、ドロンとしてるよ。そうだよね、まどろんでるね。え、そういうこと、なんかエロいよ、大丈夫。ちょっとドスケベみたいにエロい顔してるってことになっちゃうんですけど、ちょっと待ってください、ちょっと待ってください。じゃあね、あの 5年目もエロい顔で頑張ってくださいじゃあ、あの3期生は全員ドスケベということで、これからもよろしくお願いします。はい、お願いします。チャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録、うん、お願いします、お願いします。